東京プロ直前でございますよ皆さん。本当毎回毎回直前って言ってるけど、どんどん日をごとに直前になっていく、まあ当たり前の話なんだけど、今日はこの方なんですよ。まあ僕も本当にもう昔からね、もうアマチュア時代からずっと一緒にやってきた、そして見てきた。でね、このアマチュア時代からこの人は数々のストーリー、そしてドラマをね、まあ作ってきて、まあ去年の東京プロ直前での欠場も、これはね、この人ならドラマのワンシーンとしても変えてしまう、ポジティブに変えてしまう力を持っているなと思って、もうすでにね、もう去年のことが一つのドラマワンシーンストーリーになりつつあるこの方ですよ。もう今年もすでにストーリー作ってきてますね。プロショーでもシカゴプロ活躍して、そして東京プロも優勝候補、この方です、金金選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ついに、いやー、ちょっともう僕もね、この日を追うごとにステージの、まあ僕は MC として立ちますけれども、気持ちが正直高まってきてます。まあそれはもう選手と同じだと思いますけれども、いやー、ありがとうございます。もう本当もうピークウィークですよ。ですね、ピークウィークもピークウィークで4日前、これ、そうです、今日で5日前ですね。5日前か。いや、そんな直前の金金選手に、ショー TV の皆さん、直前インタビューですよ。いや、あの、久しぶりですね。久しぶりです。あれ、ここは、うん、はい、はい、あ、どうぞどうぞ。なんか僕は先ほども翔さんがおっしゃってたように、僕の国内のステージでの、まあ、いい思い出は全部翔、さんがコールしていて、長いですね。もう長いですね懐かしいですよね、あの頃が。懐かしい。本当にビーフ佐々木ジャパンクラシックでのね、はい、あの仁選手との、いやー、懐かしい。 あれはもう4年前になる、うん、なるんですか、もう。あれはそう、そんなことも2018年なんで、うん、あったしね。あとアマチュアの埼玉でやった元気選手と、はいはい、グラビカップも、あれがグラビカップが自分の最後の、国内の大会でした。あれがもう3年前、なのでなんだかんだ僕ここ最近出た4つの大会は全部海外戦で、うん、あの自分の中ではそのピークイクはなんか飛行機に乗って長い旅をして、うん、もう食べ物をどこかからもうかき集めて、もうそのストレスとか疲れをなんとか大会までに癒してとか、もう冒険みたいな感じ。でも今回、3年ぶりにその東京プロっていうのがちょっとリラックスできすぎてて逆に怖いです。うん、もう流れとしてはね、どのプロ選手よりももうコンディション作ってて、やっぱ顔色も違うしね、元気ですよ。もう結構元気です。カロリー増やせてますし。ですよね、カロリーも、あとそのマインド、メンタルというところでも元気なんだな、リラックスしてるなっていうのがすごい今日画面から伝わってくる。多少ポーカーフェイスかもしれない。さすがに2回大会連続、7月に出て、うん、体はすごい元気だ。それが伝わってるかもしれないです。体もベストで、うん、ただその2大会終えての東京プロに向けてのなんかマインドセット、どういう思考、どういうメンタリティで入っていけばいいのかちょっとまだ考えていて、うん、大会当日までに、まあ、完璧にメンタルも、体だけではなくメンタルも完成させる予定です、うん、まあね、もちろんこう集中してても発信をしてればいろんな声が周りから入ってくるし、ね、まあ、それもアスリートとして、そしてこのスポーツとしてすごいみんなが楽しんでね、選手本人もいい刺激になる一つなのかなとは思ってますけれども、今年本当にもう2020年プロショー、経験している選手は金金選手のみ。今年のちょっとお話から聞きたいんですけれども、アトランタプロでの、ね、こう屈辱からこうシカゴプロ6位、ね、はい、これ寺島選手がですね、はいはい、ショー TV で金金選手ってなんですごいのって言ったら、まずこのコンディションを立て直して、これコンディションというのはもちろん心も気持ちもそうだし、はいはい、体もそうだし、ここを立て直して次のステージで、まあ、6位にこう上ってきたっていうのはすごすぎるって言ってたんですけど、実際どうでしたか？うーん、すごい、それがちょっと複雑で、自分の中ではそのアトランタの体の方が良かったと思っていて、うんうんうん、ただやっぱりそのメンタルの面とか、やっぱりパフォーマンス、カラーリング、ポージングはシカゴの方がもっともっと良くて、うん、だからその
アトランタで負けてしまったことによって、やっぱり負けてしまうといろんななんか欠点が見え始めるっていうのが、そのフィジークの不思議さ。まあ、格闘も一緒なんですけど、もっと左ジャブを投げればよかったとか、あのフィジークでしたらちょっとあのポージングが変だったとか、もしアトランタで、まあ、逆に勝っていたなら、もしかしたらたくさんの人は完璧なフィジークで優勝とか、たたえてくれたかもしれないんですけど、それが本当に逆に負けたことによって、もうあらゆる専門家が口を出し始めて、もうファンの方でもアンチの人も、もう全部もうみんな気持ちをわーって出してくれて、なんかすっきりしたと思います。うん、で、逆に僕はいろいろ参考になって、雑音的なこともあれば、確かにっていうこともあったり、まあ、自分の中でもそれよりもその自分自身その実際ステージに立ってその経験とかジャッジのフィードバック、その収穫がすごく大きくて、たったの1週間ではあったんですけど、まあシカゴプロでは別人とかじゃないんですけど、あの調整ができて、それがその6位という結果につながったとは必ずしも限らないんですけど、少しは貢献したと思います。でも僕はこう金金選手のこうストーリーを今まで見てきてすごい感じるのが、なんかこう順風満帆な時よりも何かネガティブな出来事が起きた時の方が強いでしょ正直それは僕の性格上やっぱりいろいろ言われた方がモチベーションも上がりますし、今回正直東京プロ結構優勝候補扱いされていて、なんかちょっと力んじゃうところはあるんですけど、なんか勝たないといけないっていうのが結構、プレッシャーではありながらも、やっぱりチャンピオンである人はそういうプレッシャーにも対応できないといけないので、逆にこういうプレッシャーもにも対応できる選手になりたい、だからもうそのプレッシャーを受け入れて、もう優勝宣言はもちろんバンバンしてますし、勝てるとも思ってますし、なんかちょっと確かに、アンダードッグの時の方がいい結果が出る選手みたいな感じなんですけど、東京プロでそれを変えたい。もうとにかくもう強い選手。そうね。もうこの優勝候補できて、ここまでのストーリー、今年のコンディションも万全、そのまま掴む。このストーリーを新たに。新たな階段の上り方、新たな勝ち方ですね。もう金城選手のね。ちょっと話が変わって、寺島選手の話から、今日、この話題になったんですけれども、寺島選手の FWJ デビュー戦は見てましたか？見ました。もうめちゃくちゃいい席に座れて、もうジャッジの真後ろみたいな、しかもセンター、もうベストシート、ほぼ VIP みたいな感じで見ました。感想はいかがでしたでしょうか？もうここはね、ぶっちゃけ話で聞きたいな、金金選手の。優しい金金がいいですか？意地悪な金金がいいですか？意地悪な金金とお願いします。意地悪な金金とお願いします。いやいやいや。素晴らしいフィジークでした、両選手は。本当にあのフロントポーズに関しては、なんか思ったより腕もすごく漏れていて、こんなに腕でかいんだと思う。それは最初の印象なんですけど、リオさんって結構そのコンディションの面ですごい知られてる選手で、もうそうですね、バッキバキな感じ、それは、SNS で少し映えてたせいか、なんかそのいつものリオさんのコンディションを期待してた自分が少し、それはおそらく、もしかしたらその当日ちょっとミスってしまったのか、両選手なので絶対コンディション外すことはないじゃないですか。なのでその絞れてはいるけど、大会当日にちょっとむくんじゃったみたいなようには見えました。もしかしたら隣の選手がめちゃくちゃバキバキだったからかもしれない。隣の2位の選手、どう見ても両選手の方が上だったんですけど、コンディションに関しては2位の選手の方がストリエーションとか、それあとバックポーズになった時にやっぱりちょっと、2位の人の方がいい背中じゃんみたいな正直な思いです、ただフィジークはあまりにもいろんな要素奥が深いので、全体的に見たら 僕から見てもう両選手、寺島両選手はもう圧倒的チャンピオン、あの日は、素晴らしいフィジーク。もうこれはね、寺島選手もご自身でおっしゃってたことをそのまま金金選手が今言ってる。いやこれ本当そうなのよ。いや終わった後とかに、両選手とお話して、今回両選手 FWJ のデビュー前にショー TV 出てくれたんですけど、その時に、あのカーブアップとかを実験すると、
新しい調整に実験するっていうこともあって、終わってみて両選手も、あ、実際あのコンディションは自分のその限界とかを知れた感じですよね。そう、あの、うん、まだもちろんその絞れてないとかじゃないんだけど、はいはい、しっかりとベスト、今まで通りのベストかって言われたらそうではない。あ、これはいい勉強になった。はいはい、でも確かにその寺島亮選手のレベルでしたら、そのビーフサーキークラシックでを実験に使ってもそれはすごいいい戦略かもしれない。逆に、うん、だってもとも彼がもともと目指してるのはまあプロになることで、そのビーフサーキークラシックがとてつもなく大きい大会でレベル高い大会ではあるんですけど、やっぱりそれだけ寺島亮という、まあ、その JBF の、うん、チャンピオンですよね。なので、まあ、ちょっと遊んでたのかな、うん、まあでもどう見てもさっき金金選手もおっしゃってたように、まあ、1位であることは間違いないですよね。いろんな要素がありますからね。ステージング、ポージング、はい、もちろんすべてのアウトライン、サイズ、ミッドセクション、もちろん皮膚感、スキンコンディション、まあ、すべてトータルして、スキンコンディションだけ見たらね、確かにその2位の選手の方が一枚もう ドライだったなっていう感じはありましたけどね。ただもともと持っているものが寺島選手良すぎて、腹筋の形がもう綺麗ですし、それはもうお母さんとお父さんに感謝じゃないですか、そういうのは。あとそのもう胸肩のこの綺麗なバランスとか筋膜のそのつながる位置とか、なんかそのバランスの才能は抜群なので、フロントに関しては、なのでそこはなんか見てて綺麗だなと思って。いや、おっしゃる通りなんですよ。これ、うん、ミッドセクション、はい、彼のステージは生で見たことはあるんですけど、はい、初めてこの現場というかスタジオでミッドセクション間近で見たときに、これ将来プロになって、これ逆にこれ怖いなって思う選手は、これサイズが上がってきたときにプロになってきたら寺島選手結構どうですか？結構きますね。ですよね。これは、はい、もともと持ったものがあって、アウトラインももうフィジークをやるために生まれてきたようなアウトラインしてるし、あのミッドセクション本当にもうなんか隙間がない、外腹斜、前鋸筋、腹直筋すべての詰まってるもう面積にっていうのが印象深かったんで、ここはね逆に僕はこれからが楽しみだなと。そうですね、もう本当に楽しい対決。僕もインタビューとかビーフ先で終えて、もう本来やったらもう帰れるんですけど、まあ、その寺島亮選手がもちろん出るので、じゃあ最後までもう絶対見ないといけないみたいな、うん、いや全然ご飯大丈夫です。 OK、 マジで食べて、本当にこのミールの時間だけは本当に大事だから、そうですね、遠慮なく食べてください。翔さん選手だから分かる。いや本当に分かる。いやこれはもう1分も1秒もずらしたくないので、僕は分かります。大丈夫です。分かります。ゆっくり食べてください。もうここはスケジュール、もうご飯食べることもプロなんで、ゆっくりで大丈夫です。ありがとうございます。逆に減量末期でも最近6食で結構食べれてて、うん、今日でも3000キロカロリー以上食べてて、うわ、でも大体みんな1500とか、かなり、まあ、2000以下ですね、うん、かなり。これはまあ動きとか動画でわかる。そう、これはね、プロでもアマチュアでも直前にこういうふうにカロリーを上げられる選手、これは強い。今までなんかその例えば1ヶ月前にほぼ仕上げて、まあ、2週間前に仕上げて、そこから上げていくってみんな言うんですけど、仕上がってないですよね、2週間前で、うん、だから結局なんか中途半端な上げるのか上げないのかっていうカロリーになって、うん、なんかむくんだり平べったかったり。でも逆に今食べるの大変で、6食目が間に合わなくて、夜中の2時3時ぐらいに起きてプロテインとか飲んでるぐらい。プロテインも飲んでる。レボプロは飲める。あ、そうだね、甘味料入ってないから。あ、ごめんなさい、これねレボプロの話だけど、本当僕のパーソナルでチームのメンバーがたくさんアマチュアの、はい、試合に出てるんだけど、プロテインは僕推奨派なんですよ。いつもプロテインはホエイも含めて全て、オフ期間とか、はい、もちろん減量期間中もこう連れてくんだけど、はいはい、ピークウィークに関してはやはりホエイよりも他の原料のプロテインって言ったらエッグプロテインで、正直レボプロは進めてる、うん、おレボプロなら本当に飲めるから、このピークウィーク本当に飲めます。僕もそれこそシカゴもアトランタも全然もう毎日プロテイン飲んでましたし、うん、逆に食べる量が多い僕みたいな人は固形物でやっちゃうとなんかお腹が逆にいつもいっぱいで、うん、それなんかプロテインとかすごいレボプロのガンガン飲んで1日多分4杯ぐらいは4スクープぐらいいってるかもしれない、うん、だからオフ期間、減量期間、ピークウィーク、すべての
シーンに対応できるプロテイン、食べる量がやっぱり多くてある、あの仕上がっちゃう選手は、うん、もうこれはね、内臓は疲れますからね、常にこう分解をして吸収をしてると。確かにこれはもうね、否めない、しょうがない。この時にね、本当にその消化吸収を助けてくれるとか楽なプロテインはすごく重宝するよね、この時期は、うん、あとその変なお腹のゴロゴロとかない、エッグプロテインはなくて、うん、だからそれなんか普通になんかもう少しなんか食品を食べてる感覚にちょっと近い、うん、ホエより、うん、ホエは吸収が多分若干少し早いかもしれないけど、でもなんかその吸収の速さにも、僕の女性のアスリートにもレボプロは勧めた。どうしてもプロテインが飲みたい人で、ただもう1週間後それこそ試合、いつもはホエイプロテインもちろん OK、 僕は勧めるホエイプロテインもしっかりと飲んで、ただこのコンテスト直前、うん、じゃあプロテイン何飲めばいいですか、そう、もちろんレボプロ、うん、すごい僕もおすすめ。さあ、ショー TV が用意した質問に高速で答えていくコーナーでございます。さあ、それではいきましょう。年齢は33、身長は172センチ、ご出身は東京都です。ご両親は何人の方ですか。お父さんがユダヤ系のアメリカ人、お母さんが日本人。英語は話せますか。当たり前だろ。I speak English better than Japanese. 今の人生100点満点で何点ですか。今40点。お、減量期間はどれぐらいですか。減量期間、今回東京プロ、まあ、全部合わせてしまうと20週間以上。チートデーは、でも本来16週間。チートデーは入れますか。入れません。絶対入れない。クリーンなチートも入れない。入れない。今1日お水何リットル飲んでますか。今7リットルです。睡眠時間は8時間。得意部位は肩。苦手な部位はバイセップス。減量のコツは根性、そして頭を使う。かたぼらないためにしていること。タンパク質、脂質を残しながら炭水化物を操って体を、脂肪を燃やさないといけない危機感に押す。トレーニングは週何回。5回。有酸素運動は取り入れてますか。取り入れてます。1回何分ぐらいやりますか。最初は20分からスタートして徐々に頻度強度を上げていって、ピークでは40分ほどやる時もあります。仕上がりの基準を教えてください。鏡で仕上がったなと思ったら。勝つ人の特徴は強いメンタルの持ち主。ありがとうございます。さあ、さっきクエスチョンエクスプレスでした質問の中で、今の人生100点満点中40点って嘘、はい、なんでなんか、うん、いつも自分がそのカオスの中でバランスを見つけるのがうまい方だと思ってたんですけど、まあスポーツでも、まあこういうボディビルの競技でも、やっぱり結構エクストリームなスポーツ。で、その中でも僕はバランス、その左寄りでも右寄りでもなく、その真ん中派なんですけど、ただその、やっぱりなんか目標が明確すぎて、オリンピアに出たいとか、大会優勝したいが続いて、リアルライフがちょっと今犠牲になってるかもしれない。なるほど。僕はすごいバランスよくやってたつもり、すごい幸せでなんかうまくやってるつもりだったのが、まあ、マリちゃんが、奥さんがなんか、いや最近すごい暗いよとか、全然遊んでくれないとか、ウェスリーとはなんか全然最近遊んでないじゃんとか、いろんな自分が気づかない、あ、ただ自分が気づいてなかっただけなんだみたいな。でそれで落ち込んで今あまりハッピーじゃない、うん、なるほどね。まあ2つこう評価、まあ、点数をつけられるなら、競技者、発信者、アスリートとしては、40点ではないけれども、はいはい、まあ、この自分のリアルライフっていうところで、そうね、自分を支えてくれる人とか、まあ、愛する子供とかね、まあ、そういったところに時間を使えるか使えないかっていったところで、まあ、60点マイナスというところはあるけど、まあこれは僕もこうなんかこうしたい、ああしたいっていう目標がある人間だから、まあ、もちろんそこを理解してくれる人とか周りの支えてくれる人たちには、まあ、感謝をしつつも申し訳ないところはあるけど、でも止まれないじゃないですか、前に進むことを。僕たちって止まれないですし、そのじゃあその 一段、例えば今東京プロ優勝して、じゃあ休むってなった時にその感謝とか伝えたいじゃないですか。でも忙しくなるんですよ、その後も。いろんなインタビューでも、そういうなんか結局はなんかそういうスポンサーの関係でしたりとか、なんか次の目標もすぐ作っちゃうんで、なんか気づいたらいつ休むのっていう
よく聞かれ始めて、楽しくてしょうがなくて、すごい自己中心で動いてることが多いのかなと思ったり、うん、でもそうしないと勝てない世界でもあるしみたいな。でも、うん、まあ、多くのこう起業家、有名な起業家もやはりこう自分の進む目標に対して何かそう100点が取れない項目っていうのはみんなあったっていう話を僕は聞いて、あ、やはり一人しかいないじゃないですか、金金も野沢翔も、はいはい、僕、まあ、金金選手よりそう9年長く生きてると、そこはね仕方がないのかなっていう、もう自分の中ではそこは、うん、お願いをするパートナーに、なあ、うん、パートナーもやっぱりメンタルとか心を強くいないといけない、うん、そういうところはもうこれは自分が目標に進んでる以上もう尽きない悩みなのかなっていうのはすごいありますよね、うん、相手に対して相手のリクエストに 100% 答えられるかって言ったら、うん、僕なんか多分 5% とかだから、いや僕は本当にそれこそあのビーフ佐々木クラシックで、はい、ステージ上からこう奥様もウェスリーも一緒に来てたじゃないですか、はいはい、ああいう姿とかもちろんこう、はい、発信とか投稿を見て、いやかなりの、 あの僕は家族孝行をしているなって思う、うん、うん、知ってるんですけど、面白いのが実際そこに一緒にいても、マリちゃんによるといるんだけどこっちがいない、うん、頭がそこになんか一緒にいないみたいな、だからなるべく僕はどこの大会出てもどこのイベント行ってもいつもウェスリーとかマイちゃんをどこも全部連れて行きたいタイプの人で、で僕はそれで一緒になんかやっているつもりだったのが、まあ、最近はなんかその精神っていうかメンタルの方ももっとその専念しないとなんか伝わらないものがあるのかなっていう複雑さを、うん、でもまあ、あの、舞ちゃんも分かってますよ、僕がどんな人なのか、もともと。だから、うん、分かりながらも、うん、まあ、ブツブツ言ったり、うん、喧嘩したり、仲直りしたりなんで大丈夫です。うん、もう奥様、野沢翔からもお願いします。金金のことを応援してください。よろしくお願いします。さあ、東京プロの話題。さあ、もうここまで本当絶好調、そしてこの前の FWJ オフィシャルの、優勝候補予測でも、金金そしてエドワード加藤がもう群抜いてましたね、その後にファルーク選手、翔吾選手と、続きましたけれども、どうですか今周りから優勝候補優勝候補と、言われ続けている日本初のですよね、プロ賞としてはステージ、そして今まで戦ってきた選手と立つわけですけれども、気持ちはどうですか。自分が多分唯一最後のミステリーというかパズルのピースっていうか、東京プロジャパンプロで去年他の選手はみんなぶつかり合って結構お互いの強み弱みを超えて測ったりできたと思うんですけど、僕はまだその実際今まで隣に立ってない選手の方が多いという唯一の選手なので、僕が入ることによって、まあ、自分は勝つことに自信があって、自分がそのじゃあチャンピオンだと自分の体が基準になるわけなので、その審査基準っていうかその隣に立つ選手、トップにいる選手も少し変わるんじゃないかと思ったりもします、うん、そのあたりもね、まだ皆さんこれ決まってないんです、どの選手が何番ゼッケンナンバー何番で、あ、それ決まってないんですね、ま、選手票は出てたんですけどあれは関係ないんですか。まだ決まってない、だって去年の東京プロ、あ、なんかくじ引きでしたっけ、くじ引きで決めたんです、はいはいはい、はい、あれで、あれはもうリアルなので、はいはい、リアルに決めたので、もちろんエントリー表はあります、ただそれがまだ順番とは決まっていない。ああ、そうなんですね、へえ、なのでくじ引き楽しみです。だから去年は湯浅プロが確かエントリーナンバー一番最初に出てきた、ね、一番、はいはい、そう、だからそこでどうなるか、それもまあちょっとまあ今年はねどうするかっていうのは、うん、もちろんこの運営側でまだここでは発信できないことなんだけれども、はいはい、どうですか金金選手が予測してる、予測するトップ5で聞きたいな。5ですか、うん、3じゃダメですか。あ、3でも大丈夫ですよ、もちろん3でも大丈夫です。あ、でもまあ5で聞きます、そしたら、はい、5で。なんかネットとかでやっぱりソーシャルメディアで生きてる人間なんで、まあ、結構皆さんのコメントとかを見たりして、まあ選手からの意見だったり視聴者からの意見だったりで、
なんかトップ5にさえ入ってない選手が一人いて、湯浅さんがトップ5にさえ入ってない人が多すぎて、自分はなんかみんなイカれてるんじゃないかと思ってて、2回連続優勝してしかも海外での戦歴が結構安定している人がトップ5にも入ってない、そこはイカれてると思います。だからまず自分が1位だとして、まあ、トップ3は僕と、岩佐さんとファルク選手、おお来ましたねが、入れ替わったりいろいろ、ただ3人で並ばされることが少ないので、まあ、4人だとしてその4位に入れる人が、4位争いがエディと、まあ、最近ジンさんがめちゃくちゃ仕上がっているので、まあ、ジンさんがちょっとダークホース的な存在、ジンさん、広川さん、エディ、ショウゴさんが4位争い、4位争い。でも韓国の選手も1人発表されてましたよね、なんかオリンピア2020年出た、選手、あの方も結構良くて、その人が乱入してくる可能性もあるんじゃないかと思ってます、うん、でもトップ3は今回は多分全員日本人です、うん、自分の思いでは、カネキン、そしてファルク、そしてキング、まあキングはね、まあ、理由としてはその多分おそらく今年はエディが一番優勝候補、僕よりも誰よりもファンからの、まあ、ファンが多いからかもしれないんですけど、そのエディが一番優勝優勝と言われてて、でその理由としては、まあ、インプルーブが誰よりもできている、なんですけど、なんですが僕の考えではもともと弱点が明確にあってそれをインプルーブしないといけない時点で、もともと強みである選手に勝てるのかっていう疑問、ファルークはまあ、みんな背中強くなった強くなったとか、ジンさん背中強くなったとか、エリが背中分厚くなったとかで言いながらも、ファルークはもう背中が強い、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い、僕も背中はまあまあ強い、ワンシーズンでそれを追い抜くことは絶対にできない、うん、遺伝的要素もありますし、うん、絶対できない、僕らも別に努力しないわけじゃない、同じだけもしくはもっとしてるかもしれない、うん、だから並んだら分かる。でまあ、フロントに関しては、まあ、腹筋が弱い選手とかは果たして腹筋がじゃあ強い選手、腹筋だけではなくミッドセクションが強い選手に勝てるのか、腹筋だけでしたら単体で広川さんとか翔吾さんとか、の方が僕より彫りは深くてボコボコはしてるんですけど、ミッドセクションで見た時には自分のミッドセクションに勝てる選手は一人もいない、東京プロで、うんうん、だから、まあ、背中ミッドセクション、今のフィジークはそれが一番トレンドしてる、うん、まあ、トレンド関係なくても、まあ、そこは目立つ、うん、そこは強い選手、弱点がいかに少ない選手が、湯浅さん、僕、ファルク、うん、なんじゃないかと思ってます、うん、で翔吾さんも、うん、もしかしたら来るかもしれない、いやでも怒られそうですよね、なんか全然、なんかこれは僕の勝手な思いで、うん、もうよく言うと隣にすごく立ちたい選手は、僕あの田口純平のフィジークもすごい好きですし、うん、エリのフィジークも個人的にすごい好きなので、うん、あとエリすごい好きなので、個人的にめちゃくちゃ好きな人なので、その3人トップ3とかあったらもう行かれちゃいます。あとまあジンさんの隣にも立ちたい、少しあれエドワード選手と田口純平選手とラインナップは初？そうですよね、フィジークでは、あ、僕ですか、そうです初めてです、もう初の初です、そうですよね、1回だけ僕のミスで、てかベガスアマチュアオリンピアで僕がクラス2位になって、エリはクラスで優勝して、僕が優勝してればオーバーオールでぶつかれたっていうのが一番近い、僕とエリの一番近いステージです、ね、ですよね。ってことは日本ももちろん世界もまだカネキン、エディ、純平、この3人のラインナップは見たことがない、これですよね。ないです、わ見せたいですよね、それは。これあれですもんね、ジン選手とはもちろんあのアマチュア時代に並んでるし、結構2回並んでますね、オーバーオールで1回広川選手ですよ、ね、ジンさん、僕で1回オーバーオールぶつかって、はい、懐かしいな、まあ、順位はつかずだったので広川さんが優勝してあの時はでビーフサーキークラシックで、まあ、ジンさんを倒して、うん、ただそのジンさんは、まあ、そこからめちゃくちゃ強くなって、湯浅さん広川さん倒してプロになったりもしてるので、うん、なんかそういうストーリーもあるので、結構ジンさんのファンは 熱いので、うん、気持ちがそうですよ、あのショー TV の視聴者って基本的にはもう昔からこの、あのフィジーク
ね、我々 FWJ IFBB プロ応援してくれてる視聴者と、ここ最近本当にこうショーティビーを見てね、あのフィジークを知ってくれた方々もたくさんいるから、なか意外にねこの歴史を知らない選手も多いからね。あ、だからそれこそそのカネキン選手とジン選手と広川選手が並んでたあの時代とかね、そのラインナップも見たことないし、みんなあのそう JBF からの選手がみんななんか華やかに表紙に載ったりとか、うん、雑誌のなんか宣伝されてるんですけど、実はもあの NPCJ のコア層の選手もめちゃくちゃ強いですよ、うん、強い。去年日本のナンバーワン決めようぜっていう東京プロになったんだけれどもね、カネキン選手が、まあ、残念ながらね直前でちょっとあの出場できなかったっていうことがあって、今回が本当に日本人一番を決める、みんな準備期間も十分だった、うん、だから本当の意味での日本人の一番決めようぜっていうところにふさわしい大会にもなるんですけれども、まあ、去年あの僕もインタビューさせてもらって、本当カネキン選手の出場が楽しみしてたんだけれども、悔しかったですよね去年の。あのまあそうですよね、なんかこのソファーから見た風景がもうすごい苦しかったですね、うん、なんかあの、うん、あれは大変でしたね。だからまあなんか僕も結構大会近くなってくると結構まあなんかビッグマウスとかって言われたりいろいろあるんですけど、もともと自分なんかすごい格闘のファンでそっちの煽りとかに慣れてて、でそのボディビル界の煽りとかって結構複雑だと思っていて、なんかその悪キャラとかってその格闘ですと結構それで人気出たり、とりあえず相手倒しちゃえば悪キャラでもなんか稼げちゃうとかそういうキャラできる。でもボディビルの悪キャラって生存できないんで、うん、賢く煽らないとただ嫌われ者になってしまう、ね、だから難しいんですけど、僕はその個人いろいろ僕の勝敗予測とかは、まあ、あくまで僕個人の選手としての意見で、人間性とかで決めてるわけじゃなくて、もうただフラットに体だけ見ていってることなので、うん、あの僕が勝ってほしい選手とかのリストでしたら全然変わったり、ただまあ僕が何言ってもどうせ、まあ、僕の勝敗予測なんて、まあ、価値があるか分からないんですけど、結局はまあ東京プロで見ましょうっていうことですよね、うん、そういうことです。皆さん東京プロで見ましょうよもういいよ、みんな東京プロで会おう東京プロで全ての答えは出るから。本当にこれは野沢翔も一個人としてもう楽しみだし、やはりこう日を追うごとに、まあ、自分も同じステージに立たせていただくのでね、気持ちは選手と同じぐらい高ぶってはいます。はい、ショー TV ご覧の皆様に、カネキン選手から最後にこうメッセージいきたいね。これは、うん、いやーなんか言いたいことは全てなんか動画を通したり、まあ、このインタビューでも話せたので、まあ、最後に伝えたいことがあるとしたら、まあ、今回の大会でなんだろう、そのオリンピアクオリファイ以上に自分はその東京プロに価値が見えてて、それはもう日本一になること、うん、もう日本のいわゆる、ま、フィジークのトップ選手が全員集まる大会なんて、これがもしかしたら最後かもしれない。なのでここでちゃんと決着をつけて、もう子供の頃から夢だった日本一になること、何かで日本一になるっていうことが、ここで初めて、可能に、なっているので、まあ、そこで優勝して、自分の何ですか、まあ、伝説を始めたい気持ちが強いです、うん、いやよし、子供の頃からの夢である何かでに一番になる、日本一になる、そして奥様への、まあ、最高の恩返し、ね、そうですね、うん、の形にしましょうこれは、うん、まあ、僕もこういろんな選手をたくさん見てきているし、まあ、フラットな立場で、会場盛り上げますけれども、うん、今日は本当直前も直前めちゃくちゃ話聞けてよかったです、うん、なんか久しぶりに僕結構閉じこもったりしたんで、あまり外に発信とかしてなかったんで、久しぶりにこうやってなんかお話をするのは結構自分にとってはセラピーになったかもしれない、うん、ありがとうございます。だからショー TV ありがとうございます。いやありがとうございます。もうこれは僕も、エネルギーに変えて一緒にステージ立ちましょう。はい、では今日の、ゲストは IFBB プロ
東京プロレボプルプレゼンツ東京プロ優勝候補金金選手でした。ありがとうございました。それでは28日ステージ上で会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。